竹内、最近うどん食べた？酒あんま食ってないね。あんま？丸亀とか行きたいな。行きたいね。安くなってる日あるな。あるっけ？月一ぐらいで。チェーンから揚げとが。思われへんぐらいうまいからうな。まいね。丸亀一番うまい。安いしね。何食べる？丸亀やったら。うわー、結局ぶっかけうどん。ああ、そうな。マジで？それか。いや、でもまあ、確かにな。それにするか。普通な。まあでもそうやな。俺は、ちょっと、何？何が？すごい勢いで入った。どうするじゃ？どうするじゃって何？聞いてないじゃん。聞いてる聞いてる。どういうこと聞いてんの？ずっといたみたいな感じで何するから。急に話止めてどうしたの？お前が急に話入ってくる。急に話止めんなよ。入ってきたら一回止めなきゃいけない。さあ確かに入ってきたら止めんといけんもん。そんな話題じゃなかった。今そうなったけど。ペット飼いたいな。ペット飼いたいよ。飼いたいよな。飼っちゃう？あり。いやなんかその、普通にさ、犬とかもいいけどさ、なんかもう俺、爬虫類みたいな。爬虫類はそれどうやろなぁ。なぁ。入ってきた。あ、まあ変か。爬虫類だってなんか、餌とかさ、なんか虫とかみたいなぁ、ちょっとなぁ。聞いてた。ずっとそこで聞いてた。スムーズに。確かにそのスムーズ。スムーズに入ってきたな。何何よ。いやいや、ずっといたぐらいの感じだ。普通に3人喋っとったよ。怖っ。よし、ここおって、たけしここおって、俺自分の部屋おって、聞こえてきたから入ってきた。あ、それは分かってるんだ。3人ずっと喋っとったやろ。いやいや、ここで壁越しで。俺すぐそこおったから。すぐそこって言ったよ。これなかったらほんま、ちょうど。なかったらね。だからさ、この2人の距離と同じぐらいの距離これなかったら。なかったら。あんのよ。俺全部聞こえてるよ。怖。爬虫類はなぁ。いや、続けれない。続けれないよ。シャー。無理無理無理。竹内知ってる？何？今週ぐらいから、マックのシェイクで、アンノーン芋みたいな。めっちゃうまいらしいで。秋やねぇ。さすがに、言っとくか。言っとくか。竹内なんかいつから飲んでないか。いや、マジでそう。太りがね、太りが心配。太り太りが心配だ。カロリーとかじゃなくて。太りが心配よなぁ。あれどっか行ったスピードアタッカー最後まで手元に戻される自分で。ああ、でもなんかその、芋が結構濃厚で、なんかね、美味しいらしい。ええ、ちょっと芋の味がするんだ。そう、それも飲んだことないんですよ。するはするんじゃろ一撃で。エグゾドライブ？エグゾドライブ懐かしいな。お前だよ。ドライブ行きたい。行きたい。どこ行くとしたら。どこなんだろうね。やったことないもん、東京でドライブ。確かに。まあでもその、ベタにさ、東京タワー見に行くとか、スカイツリーとか。うわ、そういうとこ行くのめっちゃいいな。何？イカホン温泉みたいな。イカホン温泉。イカホン確かに聞いたことあるな。入ってこいって。それ何？一個かみたいな。あれ音に置いてかれてるな、あいつ。置いてかれてて、俺が遅いみたいに。ラグすごい。すごい。遅いね。この後怒ってんだろ。え、顔怒ってるっけ？え、今顔怒ってた？怒ってたでしょ。ちょっとなんか、あ、でも俺茨城の方とか行ったことないから行ってみたいかもな。あ、いいね、茨城。その辺もありやな。顔怒ってるな。何？あ、めっちゃ笑った。あ、めっちゃ笑った。あ、怒ってた。見えたか、見えんかった今。見えんかった。あ、めっちゃ笑った。あ、めっちゃ笑ってる。めっちゃ笑ってる。あ、怒ってるわ。これ何？これは怒ってるわ。怒ってる。これ何の時間？これ何の時間？